この四頭筋がその跳躍動作の中でどんな働きをするのかってことを考えてみましょう。四頭筋は当然こう膝をパッと伸ばす作用を持っている筋肉ですから、ジャンプをするときにも使われそうですね。ただここで考えてもらいたいのは着地のときなんですね。着地のときに四頭筋は床から跳ね返ってくるこの力を受け止めながら、ぎゅーっと引き伸ばされながらブレーキとして働くんです。そうした引き伸ばされながらっていう働き方は、筋肉が傷つきやすい動きでもあるんですね。そういった負担の強い動きっていうものを頻回に繰り返すために、ちょうどこうカーブの頂点になって、テコが一番かかってくるような部分に傷が入って痛くなると、そういった故障なんです。